今年ももうすぐ終わりですね。動画投稿頑張った1年だったな。来年はイノシシ年。勢いそのままに突き進んでいきましょう。言わせませんよ。てなわけで、今年最後のポケモン動画、張り切っていきましょう。え、大晦日になんかあるんじゃないの？本当は企画してたんですが、ネタが思いつかなくてボツりました。敗北者系実況者。じゃ、仕事納めといきますか。一年頑張った僕にボーナスはないの？あるぞ。ふざけんな。そういえば最近、ポケチャンネルのピクシブ大百科ができたらしいです。こんなん作る暇人も世の中にはいるんだな。ポケモン出したら中見てみましょうよ。ちーちゃんさん、対戦よろしく頼む。やっぱり初手月光がですよねー。激流水ジェットだったらやばい。ただこっちはそれを見越したミミッツが先発。あとは頑張ってね。まずは概要。てか関連にシャムさんいるのなんて？オフ会ゼロ人だったからじゃないっすか？ゼロじゃないわ。普通に人来るわ。主にポケモンのレイト対戦、スマブラの実況をしている YouTuber。YouTuber の知り合いが少ないことでも有名。誰やこれ書いたやつぶっ飛ばすぞ。事実やん。その後は普通の説明ですね。当時の私たちはまさかマッシブーンが主役のチャンネルになるとは思ってもいませんでした。あそこから、運命は変わっちまったんだな。なんでエアコンなんだよ。月光画の持ち物は助け。ここまで分かれば上出来ですわ。影打ちあるし相手水手裏剣を打たざるを得ねえぜ。ただここで影打ちを打つのは二流がやること。一流は交代読みでよりダメージの入るシャドウクロウを打ちます。ほらね、一流の読みは当たるんですよ。影打ちでよかったじゃん。所詮ポケチャンネルは三流 YouTuber じゃけえ。ま、最低限皮を潰せたからマシだと思う。次のターン、先に動いたミミッキュが勝つ。この勝負に勝てればほぼほぼ勝ったと言っても過言じゃありません。心臓に悪いですね。いけるのか？私たちのミミッキュで、いけるのか？じゃない？行くんだよ。迅速なのに勝てるわけないじゃん。んじゃ、ポリツーがトリルでなんやかんやしてる間に次の項目読みましょうか。登場キャラクター、カッコレグラー。改めてこれ見てみると、このチャンネル頭おかしいですね。特に今トリルしようとしてるやつがな。誠実さには自信があるのに。嘘つくな。相手ラストはルカリオですか。これトリルマッシブーンで無双して勝ち。やっぱり今年最後は無双して終わりたいよな。ミミッキュ来る前にビーストブーストを発動させたいところ。うおー、これで僕の仕事終了。残念だがまだ残業いっぱい残ってるぜ。ブラック企業対象ポヘチャンネル。準レギュラーのリストもありました。爆ガメスに違和感。仲間大会以降使ってないので、降格処分ですね。来年は準レギュラー増えたりとかするのかな。完全新作来たら増えるかもですが、正直増やしすぎて自分でもわかんない。ダメじゃん。こい、ルカリオ。拳で語り合おうじゃないか。ほう、特殊型とかいうせこいことするやつにはお仕置きが必要だな。マッシブーンもすればいいじゃないですか。特殊技目ざたと臨床とエリッチしかありませーん。せめて気合玉ぐらい欲しかった。そんなんだからポッケン出れないんですよ。やめて。半分入ればこの勝負、俺の勝ちだ。よし。あとはトリルのターンに気をつけつつ、うまくポリツールカリオ対面を避ければ良さそう。いつものごとく特防に厚く振ってるから、一発のもらい事故ならいける。ピクシブの方に戻りますが、その他キャラクターも書いてありますよ。ナマコ寿司をマスコットにするとか言ってた時代、ありましたねー。動画で一回たりとも使ってないの笑う。拳なら俺も出たりてるからな。そうだろう。黙れ。メガエルレイドの説明もありますよ。申し訳ないがガチの黒歴史を掘り返すのは NG。ちなみに今の評価数です。もう追いつきそうな勢いなんだが。トリルターンラストです。このまま突っ込んでもいいんですが、水手裏剣からのラスカノが地味に怪しいです。なのでポリツーで再度トリルを張ります。残業ってこれかよ。ポケモン以外だと、ビビーコングの説明がありました。
スマブラでゼニガメの練習のために使っていたキャラ。強キャラなのだが使い方が下手すぎてお笑い担当になっている。誰が書いたやつで手こいぶっ殺してやる。紛れもない事実じゃん。いい加減認めてくださいよ。他にもいろんなキャラが出てきたと思うが、書いてあるのはここまでだな。全部わかったらポセチャンネルマスターかも。今度全キャラ集みたいな動画出してもいいかもしれない。果てしない誰得動画になりそう。お前、これ耐えろよ。しょうがないな。激流込みでも耐えますよっと。そしてトリックルーム展開。よくやった。ここまで来ればほぼ勝ち確だ。チャンネル2トップのコンビネーション、ラストに見れそうでよかったです。良い年越しになりそうだな。ところでリザードンはどうすんの？ああ、リザードンは、スマブラの方でまだ残量が残ってるんで。かわいそう。ここで落ちてくれるのが一番美味しかったんだけどな。硬すぎてごめんね。ラストは俺の Z 技で締めさせてもらう。ルカリオよ。犬どれは終わりだ。あ、すっきりした。来年も良い年になりそうだね。ひーちゃんさん、対戦ありがとうございました。教えて、マッチブルーン。はい、こっからは今年を振り返りながらコメント返信したり、ピクシブのやつに突っ込み入れていきたいと思います。あ、まだピクシブのやつ終わってなかったんだ。まだ半分くらい残ってますからね。スマブラ。ポヘチャンネルの予想動画では以下のキャラクターを予想していた。しかし参戦したのはキングクルールだけだった。なんでこの黒歴史載ってんだよ。下の方では主要キャラが載ってますね。ほんと、よくこんな丁寧に書いてくれたな。このうちちゃんと動画に出してんのリザードンとクルールだけという。バーチャル YouTuber。 今のところ3回、バーチャル YouTuber としての活動を行っている。そのモデルは顔がポリゴン2、体はマッシブーン、狂気の沙汰である。下にある絵も合わさって説得力がありますね。バーチャル YouTuber ブームに乗ろうとした結果がこれだよ。こないだやったマッシブーン姫のモデルならいけたと思うんだけどな。何にせよ今後出番があるかどうか。と、ピッチ部はこんな感じですね。来年はこの百科が清らかになるような実況を心がけたいな。子供に見せてもいい YouTuber ナンバーワン目指そうね。寝言ってのは、寝てから言うもんだぜ。んじゃ、こっからコメント返信。ガオガエン参戦を予期して3年間クリスマス茶番続けたってマジ？バレてしまいましたか。お察しの通りです。当ててしまった自分が天才すぎる。おいちょっとカメラ止めろ。本当のことをちゃんと言おうな。すべてアドリブで作りました。それでよく繋がったな。これ小さい子供が見たらどうするんだ？これもマッシブーンさんが言ったコメントだな。小さなお子様がいる家庭は、子供に悪影響が出ないために様子べを禁止することもあるらしい。そんなんどうでもいいか。いいですね。諦めんなよ。カラオケ行ったら必ず歌う曲は何ですか？心得。最近、男の子プリキュアの記事を見ました。マシマツさんのようにマシキュアもするんですか？よっしゃ、新年一発目の動画はそれにする。は？プリキュアをこんな筋肉にやらしてはいけない。ブチギレすぎだろ。おいおい、男の子だってお姫様になれるっていうメッセージを否定する気か？なんでお前も張り合ってんだよ。待って、そもそもさ。お前性別ないじゃん。いやそこじゃねえだろ。男の子、ただし可愛い子に限る、ですよ。違うね。君たちは何も分かっちゃいない。分かりたくもねえよ。プリキュアの性別なんて、どうでもいいんだ。肝心なのは、幼女が喜ぶか、楽しめるかだ。価値観の議論なんて必要ないんだ。それっぽいこと言うなや。お前に、幼女たちを喜ばせる覚悟、本当にあるのか？もちろんだ。俺を誰だと思って嫌がる。わかった。やってよし。いややんねえからな。はい。ってことで今回の動画はダラダラとやって終了しました。来年はダラダラせずにキビキビやっていきましょ。絶対無理だと思うけどな。来年の目標は、動画のクオリティをさらに上げることです。それでは、また来年。ご視聴、ありがとうな。